モモテナシチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回は前回に引き続き人と陽の花水木の後半をお届けしたいと思います。前回の前半部分は練習に取り組めたでしょうか。カリンバは爪で弾くのが主流ですが、私は親指の腹の部分で、弾いているので、練習してたらさすがに今回は少し痛くなってしまいました。まあ、ハーモニーも多く、たくさんスライド場面もあったので、変に力も入りすぎていたのかなと思います。痛くなってしまったらすぐ休ませたり、とにかくリラックスした状態で練習に取り組んでいってみてくださいね。それでは後半部分も取り組んでいきましょう。このように仕上げてみました。ではまずはスローテンポで一緒にやっていきましょう。全体を通して弾くときはサビの前の部分で音量を下げてしっとりと弾いてみてください。サビの部分では、ハーモニーもたくさん出てくるので、たっぷり弾くと全体を通したときにメリハリが出てきて表現力もつきやすくなります。ぜひ試してみてください。この全体部分の動画も後日配信予定なので、またチェックしていただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。カリンバレッスン動画の配信は今後も予定しておりますので、また別の曲をチャレンジしたいと思われる方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。